どうしようかしら。よう、リズ、何してるんだ？うん、なんだよ、声なんて上げて。なんだ、あんたか。考え事の途中で急に声をかけられたからびっくりしちゃったわよ。考え事？何かあったのか？実はね、プレミアが元気ないみたいなのよ。浮かない顔してるっていうか、なんていうか。そんなもんだから何か元気づける方法はないかなって考えてただけ。でももともとあの子がわーいって喜ぶようなことがないから、どうしたもんかなって。なるほど、プレミアが喜ぶ方法か。あるじゃない、あの子が喜ぶこと。そうと決まれば早速フィールドに出るわよ。え、どういうことだ？いいからいいから、あんたの力も必要なのよ。おい、引っ張るなって。さあ、ターゲット発見ね。あの、どういうこと？どういうことって、こいつがクエストのターゲットなの。クエストの報酬がプレミアの喜ぶことにつながるってことか。正解。さあ、戦うわよ。Thank you.
スミス、うまいことスタンしたぞ。とどめ、行っちゃって。了解。つぁ、やった、クエスト完了。なかなか手強かったな。当然よ、だってこいつの報酬はじゃーん、永久食材。永久食材、どうりで手強い。なるほど、プレミアを元気つけるって何か。あの子は食べることが大好きだからね。それじゃあ町に戻ってプレミアに料理を振る舞ってあげましょう。で、何を作るんだ。そんなに料理スキルが高くないから大したものじゃないけど、ホワイトシチューよ。おお、いいじゃないか。本当？期待されると緊張しちゃうわ。それじゃプレミアのために美味しいシチューを作るわよ。お待たせ、プレミア。待っていました。目が輝いているわね。さあ鍋を開けてみるわよ。美味しそうです。おお、本当だな。ふふん、任せてよ。それじゃいただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。なんだこの味は。クリームシチューの中にバニラエッセンスを、複雑な味が絡み合っているけど、一言で言って、どうかしら味は。けどリズがあんなに一生懸命作った料理なんだ。美味しくないです。プレミア。え、嘘、見た目はいい感じなのに美味しくないなんて、そんなはずは。これは衝撃的なまずさだわ。料理のランク的には大したことないはずだし、永久食材を使ったのが。何にしても他の料理を作り直すから、これは食べるのやめましょう。いいえ、いただきます。美味しくはありませんが、リズベットの気持ちがとてもいっぱい入っています。つまり私はこの味が好きです。あ、プレミア。確かにリズの思いはいっぱい入ってるよな。ありがとう、プレミア。なんだか逆に元気づけられちゃったわね。いえ、私も元気が出ました。私を元気づけるために料理をしてくれたと聞きました。そう言ってもらえると嬉しいわ。人を思う気持ちっていうのはちゃんと伝わるものなのね。プレミアがティアを思う気持ちもきっと。だから元気を出して、ティアのことを見つけてやりましょう。はい。はあ、本当に大丈夫？大丈夫です。いやいや、舌がしびれて。え、やば、やめやめ、もう食べなくていいから。リズの言うように、プレミアがティアを思う気持ちは絶対に彼女へ伝わる。リズの気持ちがプレミアに届いたように。少しこの味が癖になってきた気。やめて。